こんにちは、池田しおりです。今日はヘアアクセをつかまないヘアアレンジをやっていきます。はい、ヘアアクセサリーがあった方がもちろん可愛いとは思うんですけど、身近にない時にゴムだけでささっと可愛くできるアレンジをご紹介していきますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴使います。髪の毛全体にオイルをなじませていきます。サイドが耳後ろで3等分に分けます。耳より少し下の位置で真ん中の髪の毛を一つにくくります。表面の髪の毛を少しボリュームを出します。このぐらい丸みが出れば OK です。髪の毛をゴムの上に持ってきて、反対側もクロスさせるように上に持ってきて、で下で一つに合体させます。わかりやすいように真ん中の髪の毛を上で留めてます。で下に持ってきた髪の毛をゴムでくくります。上の髪を下ろしてくるとここに隙間が空いてしまうので、上の髪の毛を左右に引っ張ってしっかりと下の髪の毛となじませます。ゴム付近の髪の毛を少しだけ出してボリュームを出します。毛先が乾燥している方はオイルをつまむようにつけて、なじませてあげたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。髪の毛がロングの方は髪の毛を少し緩く巻いてた方がおしゃれに見えると思いますし、私ぐらいの方とか、ミディアムの長さの方だったら別に巻かなくても、ちょっとオイルバッてつけとけば可愛くなると思いますので、アクセサリーのいらないヘアアレンジ、よかったら試してみてください。さよなら。